ラジオネーム、缶切り。はい。先日彼氏に振られちゃいました。マジショックです。そこで質問なんですが、安田さんは失恋した時どうしましたか？悔しかったですか？悲しかったですか？泣きましたか？怒りに震えましたか？でもね、その人がいたから今の奥さんに出会えたんでしょ？今まで出会えた全ての女性を愛してください。彼女たちはあなたの人生の構成員です。私もですよ。憎たらしいこと書いても安田さんの人生の糧になればなーって願ってます。幸せになってね。ひろゆきさん大好きっ子より。あ、そうですか。嬉しいね。はい、なんか説法をいただいてありがとうございます。昔ありましたね。でも安田さんがちょっと結婚する前に、あの下北沢に安田さんが好きな女の子がいて、はい、いましたね。はい、何回も振られて。何回もではないですけどね。そんな追っかけ回してないですから。振られたじゃないですか。はいはい、はい、付き合いしてください。はいはい、よく覚えてんな、その話な。あの人と僕仲良くてね。そうだっけ。そうですよ。あ、そうですよ。あれ、誰のこと言ってる。ああ。地方行った人よ。ああ、あの人か。はいはい。あの人すごい、あんたあの人すごい好きだったじゃん。あ、好きでしたね。はいはい。それで何回も告白して、ちょっと酔っ払っちゃ付き合ってよって言ってたでしょ、あの人のこと。その女性のことを。言いました、言いました。ね。はいはい。全然家にも入れてもらえないで、はいはい、安田さんは。俺バンバン家入れてもらって泊まってたからね。なんかしてんだろ、だからやっぱ。やっぱり。もういいよ、今だったら。いや、それ言う必要はないけどさ。別にそれを言う必要はないけどさ。そう。俺はなんか、俺は下北沢で飲むたびに、まあ、そこ止めてもらってたから。そらそっちでしょ。うん。ああ安田さんすっげえ振られてたよね。なんか、ああそうみたいね。気持ち悪いみたいな感じで見てたもんね、俺のことね。家も全然入れてもらえない。入れてもらえなかったね、もうね。俺すげえいいって言って。いや、だから何かあったんだろう。なんでそんなこと言わなきゃいけないんだこれあれだね、なんかリアルな話急に放り込まれると、やっぱちょっと恥ずかしいね。恥ずかしいもんですか。恥ずかしい。あ、そう。もうどれぐらい前でも。いや、もう10年以上前です。10年はなるよね。10年以上、全然前です。もっと前。俺全然仕事ない頃だもん。そうですよ、そうです。ずーっと安田さんの金で飲んでる。安田さんの金で飲んじゃ、安田さんの好きな女んち泊まりに行ってた。最低だよな、お前。そうね、もう10年以上前だね。10年以上前ですよ。うん、もうみんな、もう結婚されたね。もう結婚してんじゃないみんな。そうですかね。そうですよ。いや、俺何にもないんだぞ、本当に。いや、また今度聞くよ。ラジオネーム、ロファスコ。はい、私は今、金欠気味です。安田には気持ちが痛いほどわかると思います。お金がないということで何か売って銭に変えようと考えてるんですが、何がいいと思いますか。何がいいかね、はい、まあでもあれじゃないですか、よくあるのこれ洋服とか、うん、そういうやつを写真撮って。いや、洋服なんてこんなブスちゃんとしたら持ってないから。いや、ブスかどうか分かんないでしょ。だって、ね、いや、だって本当に綺麗な子だったら、それはもう何か男がお金援助してくれたりするから、うん、なんか売らなきゃダメだわって言ってるようなやつは、もうこれブスだよ。決めつけた。いや、俺はそら女心は分かってるから。偏見が。俺は別に女心は分かってるから。それ安田さんがすごい好きでしょうがない、ほら、女性の家に普通に泊めてもらえるぐらいだから、俺は女性心が分かってる。お前何で自慢してんだよ、そんな昔の話で。いや、あの時よく安田さんが告白しちゃ、振られるからみんなで笑ってたのに。あいつまた振られてるな、つって。振られて、カラオケ行って、うん、ラブイズオーバー歌って。ラジオネームアンジェラ。はあ、私は、最近ネイルにハマってるんだけど、うん、やっぱり、女の子って、どんなとこも、綺麗でいたいじゃん。安田の爪は、黒ずんでそうで汚いから、手は洗った方がいいよ。女の子って清潔な男の方が好きだし、安田って、見た目すごい不潔じゃん。これからは、清潔な男目指して頑張れよ、ゴリラ。そんな、絶対もう女じゃないよ。ありがたいよ。女じゃないだろ。女の子じゃん。だって、ネイルにハマってるんだけど、って言ってんだよ。
それ一番今までの中で文章一番下手だね。いや、そんな、ね、これ、なりすまし禁止でやってんだけど、絶対女の子。失礼。じゃあちょっと性別見してくれよ。性別あるでしょ、これ。なんで見せなきゃいけない個人情報。いや、別に、あれだよ、アドレスとか見ないから。ダメだ、個人情報、全部、個人情報。ダメだ、危ない。キーホルダー、注意してくれてるよ。手洗えって。洗ってるわって。一日何回ぐらい洗ってる？いや、もうめちゃくちゃ洗うよ、もう。なんで？いや、風邪ひいたりしたらあれだからと思って。汚いからだろ？汚いからじゃないよ。風邪の予防だよ、もう。めちゃくちゃ。ありがとうって言えよ、こら、だからこの子に。なんでそんなこと言えないんだよ。いや、だってなんて言われたんだ。だからモテないんだぞ。最後なんて言われたんだっけ、下北沢に住んでた女の子に振られちゃうんだよ。なんでいつの、何年前の話してるんだよ、もう。じゃあ、ありがとう。ほんと。ごめんねって言えよ。何って言う人？アンジェラちゃん。アンジェラちゃん、ありがとう。手洗うよ。ゲー。ラジオネーム、竹井恵美。あら、この女の子。かわいい名前。はい、安田さん、はい、女子は初対面の男の人に、うん、お前って呼ばれるのがすごく嫌なんですよ。うん。教えてくれた。やっぱりそう、それはね。わかる、知ってた？それはなんか嫌うっていう。お前も嫌？いやー、だから今もうそのお前っていうお前さんとかつけてくれればもう全然もういいけど、うん、やっぱお前とかって言われるの、もう言っちゃう、お前は、なんか言っちゃう、女に言っちゃうだろ、年下の女とかだとお前言うもんな、言っちゃう、嫌われるぞ、うん、言うなよ、だから絶対、まあ、言う、じゃあ言う、お前みたいなもんが、もう言うなよ。お前ってラジオネーム、うさぎ姉さん。はい、あ、これ女の子だね。女子のコーナーで、便所虫系の女子にもチャンス到来って感じで嬉しいです。はい、やっぱり、有吉さんは素敵なジェントルマンですね。ラブラブチュッチュということで。早速、安田さんが奥さんと喧嘩し、ごめんなさい。早速、安田が奥さんと喧嘩。安田さんって書いたんじゃないの？安田です。早速、安田が奥さんと喧嘩しないようにアドバイスをしてやりたいと思います。はい。女子は、子供を産んでお母さんになったとし、なったとしても、うん、旦那さんにはいつまでも女として見られたい気持ちが強いです。うん、例えば奥さんがヘアスタイルを変えたり、等の、ちょっとした変化に気づいて褒めてあげることが、夫婦関係良好にすること、秘訣だと思いますよ、うん。独身の有吉さんの前でのろけたりするなよ。気をつけろよ、安田。これ本当の女なんじゃない？気持ち悪いな。ちょっと待って、何それ？え？何それ？じゃあ何、今までは全部男なの？いや違う、そうじゃないんだけど、何、違う、これ女が強いなと思って特になんか女子してる子だな、いやだって女子力でいいんでしょ、だっていやだからちょっと女子が強いなってこの子この子は女子じゃなくて女子になっちゃったなんだろそれ難しいじゃん、わかんない、安田さんにはわかんない、ラジオネーム満腹亭アワビそうなんだ、どうもペニバンを履いている女子ですそんなやついないだろう我々女子は休日大抵ショッピングに出かけパンケーキを平らげます。ベリーがたくさん乗ったパンケーキが大好きで、この間なんて17枚平らげちゃいましたよ。有吉さんとも食べに行きたいな。なんて、うふふ。あり、おい、安田、お前は汚いおっさんだから一生パンケーキ食うなよ。もう、あれだろ。もうだ、いつものやつだろ、それ。いや、満腹亭稲荷さんっていう人いるんだけど、これ、こう違う、満腹亭アワビさんだから。いやいや、だから稲荷だろ、だから。稲荷はアワビだろ、だからそ、また下品なペンネームだよね、また。ラジオネーム、ぶりっこダッヒーちゃん。女子、うん。私は中学から女子校に通ってて、今は女子大生の女の子です。安田は、女の子のことを分かってねえから、私が女を教えてやるから、ごたごた言わず、耳の穴かっぽじってよく聞いてろよ、このウジ虫野郎。女の子はな、胸があるせいで肩こりがひでんだわ、マジで。だから奥さんには肩もみぐらいしてやれよ。共演者やスタイリストにやったらセクハラだから勘違いすんなよ。頑張って女知れよ、安田。本当に女の文章なんですか？女なんて性別女。性別女。初めて性別見せてくれたじゃん汚い文章だね、本当に。どうですか、やっぱやって、ほやっと肩もみしてやってる。肩もみはちょっと自分も肩こりなんで、なんかあんまりしなかったりしますね。なんでしないのよ、かわいそうじゃん、うん、うん、そうね、そうですね、そうしないとダメよ、離婚よいやいや、そんな極端じゃねえだろ、だって、うん、いや、まあそうですね、じゃあそれはもう本当にやろう。なんか嫌々じゃない、
積極的にやってあげないと。いやいや、やるやるやる。やるやるじゃ喧嘩よ。やりたいじゃないと。まあ、肩揉ましてくださいよ。そうよ。肩もみ、揉んであげたくなっちゃうなんだから。ああ、そうするとね、女の子。俺なんでそうそう、独身のお前にそんなことまで言わなきゃいけないの。ダメだからだよ、お前が。女のこと分かってて、俺だって結婚してんだから、お前の方が分かってる。奥さんが我慢してくれてるいい女のだけだろ。なあ。奥さん何奥さんに対してはいい顔してレッツゴー万引きウーマンだG メンだろそれ、それ知ってるわそいつ違うだかもうちょっと変えてこいよじゃあ私今年で32になるんですけど、うん、やっぱり女子って漫画に出てくる王子様みたいな男の子が好きじゃないですか、うん、少女漫画の人みたいに目にたくさん星が入っててキラキラしてると好きになっちゃいますよね今月のアシスタントの吉田でしたっけ？そいつの目って暗闇の色をしてて本当気持ち悪いです。そんなことないです。吉田にもキラキラしたお目目でラジオしてほしいから、今すぐスプーンで眼球えぐり取って目ん玉の代わりにキラキラしらしたスーパーボールでも詰め込んでほしいな。よろしくお願いします。あれ、目ほじっくり返してさ、頭の上につけて上見てやったらどうだやったらどうだじゃない。金木みたいに。みたいにじゃねえんだよ。よくギャグ覚えてたな、お前。意外と気に入ってんじゃねえかよ。いいじゃん。ラジオネーム夜嫌いの女子高生。夜行性だろ、そいつ。もう下手かよ、変え方。違うって。真似してんね、女の子。正体バレたくないから。本当？安田さん、ねえ安田さん、はい、安田さんが女心がわからないって言うから最近流行ってる謎々出すから答えてね。問題。ケンナオコと野菜を同じ鍋に入れて6時間煮込みました。さてどうなったでしょう？ケンナオコ、謎々なのそれ。ケンナオコと野菜を同じ鍋に6時間煮込んだ。全然わかんない。答え、はあ。そんなの食えたもんじゃねえ。ウケるーと。真面目に考えて損した。もう。なんかかかってんのかなと思ったの。ラジオネーム、ラッパーザキミちゃん。ザキバチョンだよ。いや、もうじゃおなじみのやつだよ、しかも。違うって。結構、ほんと。女の聞いて、ちゃんと。玉金舐めたーい。どうも、女子です。だからよ。女子は歯が命。うるせえ。だから、芸能人だよ。だから、暇さえあれば歯医者に行ってクリーニングしてもらうの。有吉さんもぜひ歯医者でクリーニングしてくださいね。おい、安田。てめえ、顔が汚いだけじゃなくて歯も汚ねえな。俺がじきじきに歯きれいにしてやるよ。お前が家で寝てる時にお前の口開いて歯をな、全部ペンチで引っこ抜いて、全部コーンをな、接着剤でつけて綺麗にしてやるからな、楽しみに待ってろよ。なりすますんだったら上手にすましてよ。ね？いや、女の子情緒が不安定な時あるの、そういう日が、女の日が。ラジオネーム、ラッパーザキミちゃん。ザキバチョウだって。最近ハマってるの猫カフェです。ほら。仕事帰りにいつも猫カフェに行って癒されてます。33歳独身で彼氏もいなくて猫に癒されるなんてシックシック。こんな私に安田さんどうか励ましのメッセージください。なんてな、てめえみたいなクソみすぼらしいブサイクゴリラのな、汚え声なんて1デシベルも聞きたくねえんだよ。わかったらさっさと舌引っこ抜いてな、口を針で縫いやがれ。一枚あげてあげちゃうのかよ。ダメあげたら。以上、女子。終わったよ。夜嫌いの夜行性。はい。ごめんなさい。ごめんなさい。これちょっと失礼。はい。ラジオネームちょっと呼び間違えました。なんで？ラジオネーム、うん、夜嫌いの、予兆。夜行性だろ、もう。予兆じゃないの。かっこ、キャバ嬢。せえな、もう。女子は、はい、悩みを、聞いてくれる男の人に弱いよ。だから安田ちょっと聞いてくれる？そうそうね。最近店長が、うん、マジでもっと客取れ客取れうるさいくて、うん、超うざいんだけど、雇われの身でさすがに直接文句言えないから安田にお願いしたいんだけど、ね、鎖鎌で店長の両足のアキレス腱切ってくんない？マジお願い。お願いマジ。マジお願いマジやねんだよ、もう。夜行性だろう。だから夜の蝶と書いてや予兆かな。うん、野鳥かな。
ね、これどう、これお願いされたら聞いてあげる？いや聞いてあげられませんよそれは。最低。最低じゃねえよ。寒い。鎖鎌だ。寒い。久々に聞いた。寒いって。ね、夜嫌いの女子高生。だからそいつしかねえじゃねえかよもう。何だよ。今時の女子は、アサイっていう食べ物を朝とかに食べるのが流行ってるの。だから安田も少しでも女子の気持ちが分かるように。アサイギャグでも考えてここらで一発やってみたらどう？アサイどうですか？アサイでギャグ？思いつかない？全然思いつかないです、うん、じゃあいいよ。いいんだ。ラジオネーム需要もないのに勝手に強固。供給でしょ。俺なんなのそれ。俺なんでリスナーのさラジオネームを覚えなきゃいけないのみんな全体的に。主婦です。だからさ、もう雑なんだよな。女子ですとか、魔女ですとか、主婦ですとか。主婦です。4月からの消費税増税、いろんなものの値上がり、本当に嫌になっちゃう。うん、でも一つだけ4月からでも上がらないものがあるんです。安田さん、何だかわかりますか？お前のうだつだよバーカ。税率が 8% になってもな、 15% になってもな、 50% になってもな、お前のうだつが上がることなんて生涯ねえんだよ。分かったか、この解消なしゴリラ。これさ、女子ってさ、女心や女性のことを知らない僕安田のために女性リスナーが女子について教えてくれる企画だよね。女子ってのはこういうこと言ってくるよってこと。一見言ってくんの、心許すと、許すと、うん、怖いね。やめよ、だから怖いわ。ね、あげとこうか、たまに。あげんのかよ。大丈夫、希望の豆。おい安田。もうさ、女の振りもやめてんじゃん。おい、振りしろよ。安田、振りってなんだよ。全部女の子買うよ。せめてだよ。おい安田、うちら女子はな、男を好きになるポイントの一つに、声の良さっていうのが割とでけえパーセンテージ占めてんだわ。声フェチね。喉にドブ突っ込んで出してるようなそんな汚い声じゃな、うちの腹の奥の大事なところに響かねえんだよ。あるいはさ、来週からアシスタント素敵な低い声をお持ちの殿方に変更していただけないでしょうか。個人的には天竜さんがベストなのですが。ちょっと交渉だけしてみるね。するの？うん、www.ってもう聞き取れる。いや、そんなもんだよ、あんた。今もそんな感じだよ、あんた。あ、そうですか。うん、これ失礼しました。ラジオネーム。レッツゴー万引きウーマン。いいよ、G メンなんだよ。これ聞いてよ。え？疑ってるから、これ聞いて、最初。こんばんは。完全なる女子です。うせえ。うせえ。バーカ。暇かお前。なんでこれ、どこが疑う余地があんのよ。夏はもう。こんばんは。完全なる女子です。エステに洋服、病院にお化粧代など、女子は何かとお金がかかるもの。そこで安田にお願い。安田の貯金を全額貸してほしい。どうしてもプレステ4が買いたいんだ。大丈夫、半年後には倍にして返します。安田に倍返しだ。我々女子は処女膜は破っても約束だけは破りません。それではお金の振り込みよろしくお願いします。どう、信じてあげる？いや、信じませんよ。何それ。信じませんよ。人信じないと信じてもらえないよ、自分のこと。まず人信じるってことよ。そして愛するってこと。スクールウォーズで言ってた。なんでそんなもっともらしい感じで言うの？人信じ、許す。はい。そう。はい。ね？はい。騙されたって許してあげればいいんだから。はいはい。じゃあ、ちょっと振込先の方を、うん、はい、教えていただければ。はい。はい、振込先はね、はい。www。ラジオネーム、ラッパーザキミちゃん。どうも。陰毛燃やしている女子です。これもう完全女子ですね。いやいやいや、あ、そうかな、うん、俺が知らないんだな。女の子は買い物が好きなんだよ。だからいつもバッグとか洋服とかいっぱい買ってるの、うん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 、昨日もスカートとワンピースと2本と買いました。おい、今月のアシスタント、
新しく買った日本刀の切れ味試したいからよ、はい、JFN のスタジオの前で待ってるから、はい、俺の日本刀で、はい、お前の首をかっきってやるよ、楽しみに待ってるわ。もう俺って言ってましたね途中で完全にね俺って。いやいるじゃん、なんか矢口真理とかもそうだったじゃん、オイラとか言ってたじゃん自分のこと。矢口真理オイラとは言ってましたけど、俺日本刀でかっきりとは言ってませんよね。いやちょっとなんかほら男の子の格好したアイドルとかがすぐ言うじゃん、俺はさとか、ちょっと男装して。いやそれ、いやそれは言わない。それと一緒よ、ラッパーザキミちゃんも。いやラッパーザキミちゃんちょっとエグくないですか俺のことかっきりつもりですよ。よくね、さっきのラッパーザキバチョフさんの妹さんかな、ラッパーザキミちゃんは。なんだこの姉妹、なんだこれ。ラジオネームアンジェラちゃん、どうも今時の女子です。なんだよその漠然とした、なんだよ言えよ。どうせ有吉さんの横にいるクソみたいなアシスタントも女子を知らねえから、知らねえだろうから私が教えてやんよ。女子ってのはブランド志向が高いんだよ。だからブランド物のバッグとか財布とか持ちてんだわ。そういうの持って周りとかにも自慢できるからな。だからよ、試しに私にヴィトンのバッグとか買ってくれない？ねえお願い。まあどうせここに来る貧乏で灰がたかってるようなアシスタントにそんな金持ってねえだろうから、とりあえずお前の持ってる金全部私に振り込めよって。これで何が分かるんですか？おねだり上手。いや、俺下手でしょ。俺引いてんじゃないですか。引いてんじゃねえよ。引いたら、いや、ダメでしょ。女の行動にいちいち引いてんじゃねえよ。器ちっちゃい男だな、お前は。これ受け止めきれるやついないでしょ。器もアナルもちっちゃい男だな。俺みたいにお前、ガバガバな、ガバガバ。秘密だよ、俺のアナルがガバガバかどうかは。ガバガバじゃねえかって。ラジオネームキャリーズムーンパミュハラ、どうも乳輪がでかすぎる女子です。女の子はこの時期大変、風が強いからスカートがめくれちゃうんです、でも私は万が一見えた時だって困らないようにアナルにつけまをつけておしゃれしてます。みんなも突風には気をつけようね。おい西織、勃起してんじゃねえよ。お前のポコチン催涙スプレーでヒリヒリにして再起不能にしてやるから、せいぜい母親の優しい笑顔でも思い出して待っとけ。なんなんだ、おっかねえよもう。どうしてこういうもんよ。あ、知らない俺、やっぱ女知らないですね。優しい女は優しい、怖い女はずっと怖いと思ってるだろ、女の子ってこういう二面性あるから、つけまつげもするし、なんででもポコチンに催涙スプレーって窓のっこちことするんですかね。うん、俺が女の子だから分かんないんだ、だから女の子って分かんないなっていう結論や結局。ラジオネーム、分かりました、はいはいはい、ラッパーザキミちゃん、かっこ本当に女子だよ。あ、じゃあ女の子なんだろうな。こんばんは、のぐそしてる女子です。あららららら、私はお笑い芸人目指してます、うん、いろんな一発芸を作ってオーディションに行くんだけど、いつも落選してしまいます、早くアリちゃんとテレビの舞台で一緒に仕事したいな、その時にはお手柔らかにお願いしますね、おいゴミ掘り、誰がてめえ売れたいなら一発芸の一つくらい覚えろ。、はい、俺様が今から教えた芸をやれば一発で売れるからちゃんとやれよ、まず、両指で、両耳を引きちぎって、耳なくなっちゃったってマギーシンジみたいに言え、その後チンコを指で揉いで、チンコが取れるティファールって叫びながら溶鉱炉にダイブしろ。そしたら必ず売れるだろうからな、楽しみにするぞ。まず耳よ、耳ちぎってさ、無理だよ、耳取れちゃったって取ってんだよ俺、やだよ。エンジェルあげとこう。エンジェルあげんの今の。あ、音変わった。辻くんが自慢げだったな今。そう、変わってるんですって顔してた。ムカッとしましたね。腹立つわ。もうエンジェル出したくなくなっちゃったな。あんな顔されるんじゃん。トゥルルーンって音用意しただけであんな自慢げな顔するかね。確かに。面白い。
クラクラジオネームラッパーザキミちゃん、うん、かっこ本当に女子だよ。じゃあ女子か、うん、明らかに本物の女子です。まあ今言うんだからね。本当ですよね、女子ね。私ってよく古風な女子って言われるじゃないですか。特に私は昔からの風習大事にしてて、子供の頃上の歯は屋根に投げて、下の歯は地面に投げてたんですよ。やっぱり風習って大事ですよね、うんうん。おい、西折、うん、てめえも日本の風習守って、うん、チンコをチェーンソーで切り取って、うん、竿は屋根の上に投げて、うん、金玉は地面に投げろよ。売れた芸人はみんなこの風習やってるから、今すぐやれば必ず売れるぞ。期待してる。期待、何を期待してるんだよ。チンコ切れないよ。うん、正論で返してるけど、切れないって、よせよ。女子って怖いですね。怖いよ。たまにはやっぱ機嫌悪いんで、そういう日があるの、女の子たちには。そういう風にメールしないでほしいですね。女子ってラジオネームラリパーコ、うん、あー超パコリてーおいっすー、拙者渋谷で揚げぽよしているギャルです。よろしくすなイン。てかさ、最近のメンズ色白のもやしばっかじゃない。あたしらギャルっていうのは、うん、背が高くて筋肉質のメンズに抱かれたいわけ、うん、で絶対ダンスが上手くなきゃダメ。ここまで言えばわかるよね、うん、そうザイルのメンディね。ヒロさん、あたしもEガールズに入れてください。あの生意気な金髪の女より可愛いです。関口メンディ君とライジングさんしたいです。バカだな。エンジェルあげとこう。パン。あの音聞きてえからエンジェル出しちゃうだろう。ラジオネーム、うん、キャリーズムーンパミハラ、うん、どうも。生物学的にも女子です。女の子はどうしても気になっちゃうのが占い、うん、私はゲッターズ飯田さんによると今年の運気は最悪、うん、島田さんの手相によると、うん、アナルセックス線っていうのがあるみたい。ドクターコパさんの風水によると南西の方角で夜を過ごすといいみたいだから、うん、今年はフィリピンの方まで行ってアナルを開発してみようかな。おい西折、なんだよお前、いつまで運気低迷してんだよ。バカなのかよ。もういっそ親友の和子ちゃんに頼んで地獄に落としてもらうからよ。お前のビビたる財産全部私に行くように相続手続き済ませとけよ。手続きはしません。しろすぐしろって。いや、占いで言うともうあれですよ、うん、はい、僕がもう本当に仕事がなかった時に台湾で、うん、あなた有吉さんはね、もうあれ盲目の人、うん、目の見えない、うん、日本語喋れる人なんだけど、うん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 、占いです。もうその頃おじいちゃんだったけど、今どう、うん、ご健在かどうかは知りませんけど、その人が有吉さん40歳で10億稼ぎますって言われてるから、もうあと1ヶ月ですよ、うん、あと1ヶ月したら俺の手元にポンと10億入ってきますよ。そういうことじゃないと思いますよ。そういうことじゃないの。だから空から落ちてくる。俺それだけ頼りに生きてんだぜ。よく頑張れましたね。40歳におめでとうポン10億じゃないの。だから俺一応宝くじ買っとこうと思うんだよ。宝くじとかトトとか買っとこうと思う。5月31日合わせて。いや宝くじが当たったらポンって入る。なんないですって。やめるでしょ。宝くじ誰か届けてくれんの。ピーンポーンって、はーいって出たら中国でーすつって、どうもーつって、どうもーつって、首ザスッって切られて、首からか腰にかけて毛先切りでスーサーって。でも10億あんの、うん、残念って言われて。何かだよ。10億手にしたら即毛先切り。残念。楽しそうだな。でもそう言われたら俺もう天に指さしてよ。そのままバスーンと死んでやるよ。白ひげのように。いい背中にもう槍とかいっぱい刺したまんま。その前になんか身内に刺されてますけどね。白ひげだったらね。刺されません。死にません。死にます。有吉は死にます。やめろ。ラジオネームね、うん、暴走三輪車、かっこ、女の子だよ。
じゃあ女の子かな。言うんだもん。どうもー、はーい。3度の飯よりセックス大好きな女子です。エッチだな。この時期って気温差が激しくって本当に着るものに困っちゃうんですよね、うん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 、薄着で出かけると必ず風邪ひいて鼻水がジュルジュルになっちゃいます、うんうんうん、おい西尾、俺急にだな。お前そこに存在してること自体寒いからな、クソ掘り。何がだよ。分かったら全身にサラダ油塗った後チンコの先に火つけて渾身のファイヤーダンス踊れ。そんで冷え切った俺の体をな温めてくれ。何よろしくな。どういうことだよ。女の子。いや俺体に油塗って燃えるほどね訴えたいものないですよ。いや焼身自殺じゃないか。そう、何も訴えなくないんだよ。女の子だから。ごめんごめんね、きつい言い方して。ラジオネームレッツゴー万引きザーメン。女か本当に。お男じゃねえのかおい。私は DNA 鑑定の結果、うんうん、99.9% の確率で女子です。じゃあ女子か。私は女子かよ。まあ週刊展開マジシャンをやってます。マジシャンをやってます。マジか。新しいマジックを考えたから、うん、ぜひ西堀さんにも手伝ってほしいの。おいいよ。まず私がジェット機で西堀を跳ねるのね。それから、何がだよ。西堀の耳の中にムカデを入れて、うん、ハンマーで骨を103本折ります、うん、その後西堀を棺桶に入れて、うん、声を出さなくなるまで何回も何回もサーベルで突き刺して、うん、最終的に殺すっていうマジックだよ、うん、西堀さん後で迎えに行くから奥さん宛てに遺書書いといてね。バギナーニャなんだよ。女子だから。女子だからいいと思うのに、何がバギニャーニャだよ。どんなポーズすんだよバギニャーニャって。広げんのかよ、気持ち悪いな。あげとこう。今日の人みんなあげとこう、女の子たちには。そう。今日は女の子デーだ。女の子なんですね、本当にね、この、うん。さっきの4人全員あげとくね。はい、はい。みんな女の子だけ。ね、いちご大好き、キティちゃん大好きな女の子ばっかりが送ってくださったり。女の子ですよね、みんなね。そうですよ。あ、なんか、はい、はい。で、俺このコーナー好きだな。可愛いから。うん。同じ。なんか、ふわっとピンク色になるでしょ、なんか。うん。ね。そうですね。コーナー自体、部屋自体がピンクになっちゃう。ラジオネーム、暴走三輪車、うん。はい。女の子だにゃん。どうもー。はい、ガンシャが大好きな女子です。エロいな。女子にとって記念日ってすごく大事なんですよね、うんうん、誕生日はもちろん、初めてデートした日、初めて観覧車に乗った日、うん、初めてキスをした日、うん、初めてラブホに行った日、うん、初めてセックスした日、全部覚えててほしいんです、うん、でも最近の男子ってほんとこういうところに無頓着だと思うんですよ、うんうん、だから男子のみんなはカレンダーとかに記念日をメモって絶対忘れないようにしてね、うん、あんまり記念日をおろそかにすると女子に嫌われちゃうぞ。うん、おい西織、お前今日が何の記念日かわかるか。いや、わかんないよ。お前の命日だよ。帰り道サングラスにニット帽をかぶった黒ずくめの二人組の男がお前をライフルで狙撃してやるから覚悟しとけ。まあせいぜい残り数時間の人生悔いのないように生きろよ。じゃあな。うるせえなこの野郎。命日のこと記念日って呼ばねえんだよ。 DV だぞそんな女の。何が DV されたから。女性に対して正当防衛、正当防衛。いい加減しろお前、ホントに。狙撃の時は狙撃のこと言ってください。弱い人間には急に強気になるな。弱くない、向こう狙撃的なそっちの強いでしょ。ラジオネームペケミニモニ。止まろうかな。おっす、オラ女子だ。地球のみんな、うんうん、オラにちょっとだけ女子力を分けてくれー。女か。おい、ハゲホリ。うるせえな、この野郎。オラたち女子はな、毎日こうやって女子力を上げる努力してんだよ。なんなんだよ。それなのにてめえはなんだ。ああ。何の努力もしねえでハゲ散らかした血を這うゴミ芸人やりやがってよ。ああ。オラが今からおめえの頭皮と鼻をナイフで削ぎ落として、クリリにしてやっから、ドラゴンボール7つ集めて、地方のレギュラー番組の一つでももらってこい、クズハゲ野郎。うるせえな、クソバカ野郎。女性に対して失礼だろ。違う、女性でも度が過ぎるでしょ。鼻と耳を削ぎ落とそうとしてますよ、こいつは。女子の戯れだよ。戯れでね、鼻と耳なくなったら困りますよ、そんなもん。ラジオネーム、三竹まりこ。はい。どうもー。チンコに真珠を入れてる女子です。はい、チンコ、ちょっとストップいいですか。チンコ入ってますよ、もうダメでしょこれ。それはほら、はい、女性器のやつをテレビで言えないから。はい、置き換えてチンコって言うんですか。
はい、どうもチンコに真珠を入れてる女子でーす。置き換え方が私たち女子って、はい、男の人にお前って呼ばれることを結構嫌うんですよ。ほら、ね、男の人って彼女をお前って呼んだりした方が男らしいとか、うん、かっこいいって勘違いしてるじゃないですか、うん、だから世の男子、うん、女子にはちゃんとさん付け、はいはい、ちゃん付けした方がいいんだぞ。有吉さん大好きです、うん、これからも応援してまーす、うん、おいタコ掘り、誰がタコだよ。てめえよくネタ中に女の子とお前だてめえだ好きかって呼んでやがるよな。なんだよそれ、どうしたんだよてめえみたいなクソ売れねえダニ芸人が。誰がダニだよ。どの面下げて女子に物申してんだよ。おいクソ掘りなあ、おいクソ掘り聞こえてるか、クソ掘り聞こえてるよ。 いいか、俺が今から言うことはそのきっだね、耳の穴なあ、中耳炎になるまでかっぽじってよく聞けよ。なんだよ金輪際、てめえが女に向かって口聞くときはケツの穴にさつまいもぶち込みながら、女性の皆さん今から存在は虫よりも小さく、吐く息は犬のクソよりも臭くて、生温かいゴミ芸人の僕が口を開きますって前置き入れてから話しかけろ。わかったか。わかったらな、今すぐ体中に100キロ分のダンベル巻きつけて隅田川飛び込め。一ついいですか。ジョークジョークジョークってこれ女の子ですよね。そうだよ。さつまいもぶち込めってケツに、これ女の子ですか本当に。そうだよ。今時女子、今時の子でそんなこと言うんですか。そうだよ。俺のことダニっつったり芋突っ込んだり、本当女子かな。そうだよ。ラジオネーム祈祷の船、こんばんは。ほら、まあまあ口調はね、こんばんは、陰毛を食べている女子です。女子女子だ。本当に女子ですもんね、うん、私って男同士のいけない関係が大好きなクソ気持ち悪い女子じゃないですか。なんか気づいたらそんなことばっかり妄想してしまうんです。おい、今月のクソアシスタント、お前らコンビか。もしコンビなら今すぐ全裸になって、うん、お互いのアナルに指突っ込んで鼻舐め合いながらチンコでチャンバラしてくれないか。で、勝った方は負けた方の胸に腕を突っ込んで、心臓つかめんでーって叫んで、最後に優しくキスしてくれよな。でも、もしピンならてめえ今すぐチンク切り落としてもう帰れ、よろしくにゃん。なんかこれでも最後の聞いたら女の子だな。違うわ。なんかね、絶対違うでしょ。ほんとどっちなんだろう。でも最後にゃんって言ってましたよね。女の女だった天才。ラジオネーム、サンペッコリーニャ。あ、女の子だな、やっぱ。サンペとは違いますからね。サンペさんではないですからね。ラジオネーム、サンペッコリーニャ。肩幅2メートルの森ガールでーす。ああ、そっか。普段はね、普段は富士の樹海で万人やってます。いや、もう。ほら、私ってやっぱり大きいじゃないですか。うんうん、森ガールとしては、うん、葵優ちゃんみたいなおしゃれな服着たいんですけど、うん、ボディが規格外で入らないんです。うん、かっこ涙。うん、おい、そこのアシスタント、うん、てめえが着てるダセー服脱いで樹海まで持ってこいや。マジで着る服なくて困ってんだよ。常にマッパなんだ。夜は寒いんだよ。今日中に持ってこなかったら知り合いのギガンテス5、6体連れててめえち襲撃するからな。人間でもねえじゃん。西尾の嫁だな。俺の嫁。森ガール。嫁か。アンジェラ、カッコ G カップ。おお、セクシー。どうも、勃起してる女子です。あらー、もう違う。もう違う。どうしたんだ、わが。もう違うじゃん。なんだよ。なんだよ、わが。もう違うじゃん。聞けって真摯に。真摯に教えてくれてんだから、女の子のこと。女子って言ってましたよね。でもどうも、勃起してる女子です。はい。女の子って、うん、何かしらフェチがあるもんなんです。うん、私はもちろん血管フェチ。うん、腕に血管が浮き出てる人を見ると興奮して、うん、我慢汁が止まらないの。いるな。やっぱり芸能人で一番いいのはケイン小杉だよね。うん、ケイン小杉の腕見たら勃起が止まらないだろうな。おい、そこにいるデブ芸人、てめえはまず痩せろ。話はそれからだ。今の体重から10キロ痩せるまでこのラジオで二度と口開くんじゃねえぞ。いや、なんだとこれ。何か言いたい。いや、女の子の意見だから。いや、女の子の意見じゃないでしょ。ラジオネーム、
女の心を持った男の人。いやでも女の子って言ってるもん。聞いて、ラジオネーム、ラッパーザキミちゃん。聞き覚えがあるよ。あからさまに女子でーす。あからさまだな。バチョフでしょ。女子ってプレゼントをもらうことが大好きなんだ。彼氏からもらったプレゼントだったら全部大切なんだよ。あー、リオシさんからプレゼントもらいたいな。おい、クソアシスタント、俺からおめえにプレゼントあげるよ。てめえの家に時限爆弾のダイナマイトを50個セットしておいたからよ。爆発したら直径1キロ爆発するぐらい強烈な時限爆弾だから、家に帰ってさっさと時限爆弾の線切って止めてこいや。線は赤と青だけでなく108色の線があり、1本だけが正解でな、間違えたらドッカンだから楽しみにしておけよな。なにこれ爆破予告。気分屋だからな女の子は。違うでしょ。気まぐれですね。わがはもう全然女心なんて分かってないから結婚できてないし、新妻も結婚したはいいけど、まあ女心ちゃんと理解してあげないと奥さん本当にもう離婚よってことになりかねないからね。まあそうですね。女性のこと、女子のことよく覚えておいて教えてください、はい、ね。わかりました。ラジオネーム北別府よしえ。もう待ってんだ。いや、あれさっき呼ばれた人でしょ。北別府よしえちゃんよ。ああ、女性のことなんです。どうも。恋に生き、愛に死ぬをモットーに、ポコチンいじくることをなりわいとしている女子です。もうおかしいでしょ。人のってこと。皆さんは今日が何の日だか知ってますか。そう、5月の第2日曜日の今日は母の日。いつもいつも子供のために働いている私のような頑張り屋さんのママは、この日のために生きてるの。この日一日、息子が私をねぎらってくれる。そういうのって簡単だけど、お母さんにとってはね、とっても嬉しいのよ、うん、おい、そこで間抜け面下げてるトップリード、てめえらちゃんとふるさとのババアのこと大事にしてんのか。ババアじゃない、言わないで。いい年こいていな、幼女のケツ追っかけ回してばっかじゃなくな、おふくろさんの面倒見てやれよ。金ねえ、仕事ねえ、人気ねえの三年野郎には国に帰っておふくろさんと畑耕すしかねえんだよ。分かったら今すぐ荷物まとめてバックトゥーザ室蘭決め込めこの乗り込みやろう。いや、女子ってコーナーでしょ。女子バックトゥーザ室蘭じゃないでしょ。女子のことについて教えてくれるんでしょ。女子大事、お母さん大事にしてねっつって、そういうことを伝えたかったんですか。ちょっと口悪いだけど、もうちょっとしっかり教えてほしい。バックトゥーザ室蘭じゃない。ラジオネーム祈祷の船。どうも。女性ですか。女性ですよ。祈祷の船。祈祷でしょ。希望でしょ。祈祷の船、亀の頭。だから合ってんだ。ちょっと欲求不満なんじゃないこの女子。ああ、なるほどね。あ、もうどうも、金玉を豪快に揺らしながら歩く女子です。いや、もういないよ、それはいないよ。冒頭からおかしい。さっきから冗談じゃん。冗談すげえ冗談言うな。女の子の冗談ね。まあまあ、うん、だとしたら面白い。私みたいな脳みそ足りてない女子って限定っていう言葉に弱いじゃないですか。期間限定のスイーツや数量限定のブランド品見つけるとついつい衝動買いをしちゃうんですよね、うん、なあトップリード、5月限定で日曜夜10時頃に半蔵門に行くと、てめえらの利き腕を粉々にへし折ることができるって聞いたんだけど本当か。なるねえだろ。5月は今日入れたあと3回日曜日があるから、今日は我がの腕、来週は新妻の腕、再来週は新妻の頭蓋骨を粉砕するっていう予定立てとくから楽しみに待ってろよ。でも女の子の力でへし折れるか不安だな。念のため電動ドリルと万力鏡を用意しておこうっと。ではでは。ではでは。テンションがすげえわ。教えてくれよ。緩急がすげえわ。人の船さん。ラジオネーム食ってる。アナルンカルテット。どうも。金玉が痒くてたまらない女子です。痒いっす。女子は恋バナをしている時が一番楽しいんだよ。
修学旅行の夜にみんなで先生にバレないように小さい声で喋ってた時ほんと楽しかったな、うん、おいトップリーダー、うん、お前たちは一生喋るな、え、もし喋ったらな、喉仏にアイスピックで穴開けてそこに硫酸垂らして巨大ハンマーで脊髄粉砕してな、眼球ドリルでえぐって口と鼻の穴に溶岩流して耳元で私の好きな男の子を教えてあげるね、恥ずかしいないやで急に来たな、急に来たな、急に女子だな、女子だね、女子じゃねえわ、こういう日があるんだ女子は、女子じゃねえわ、アイスピックで喉仏さ、好きな日かこういう日があるの、可愛いな、好き何日かだから許してあげてよ、いや許せないわ、嫌いちゃったんだもん、なんで有酸持ってんだ、ラジオネームラッパーザキミちゃん、かっこ本当に女子だよ、いや分かんねえだよ、それほんと女子かもしんねえな、今まで女子とか言って嘘の人が多かったけど、私は本物の女子でトップリードさんの大ファンで超大好きです、ありがとうございます、皆さんトップリードさんにひどい罵声を言いすぎです、かわいそうです、私はいつもトップリードさん応援してていつもライブ見に行ってます、ありがとうございます、このメールが読まれたら嬉しいな、てへへ、でもトップリードさんが売れないことが残念です、だからトップリードさん用にネタを考えました、あらすぐに簡単にできて売れることができると思います、嬉しいな、まず肛門に日本刀を突き刺して、まずおい、はい、まずおい、串刺しでござんすと言いながら、どっちが陰毛を引きちぎっては食べて陰毛人間でござると言って最後は飛行機のプロペラにダイブしてくださいどっちがこれをしたらどこにいたんだ今、トップリーダーさん有名になれると思うんです、だから最後ぐらい華々しく散って俺様を楽しませろこのゴミカス腐る芸人男じゃないかよ、ちゃったよ、どこじゃないかよ、何なんだよ、どっちがやるんですか、どこにいたんだよなんでそこにセスラーがあるんだよ、信頼していくござる飛行機のプロペラって、はい、ラジオネーム希望の船越英一女子ラジオネームだから別にこれは、あ、まあ、いやそうですけど、だろ、こんばんは、 G カップの女子です、おトップリードさんはよくロリコンって言われてますけど、大きいおっぱいは嫌いですか、好きですよ、いやいやいや、私の夢は大好きなトップリードのお二人にパイ釣りをしてあげることです、えまずはなてめえらのチンコを両乳で挟んだ後、あれローションの代わりに瞬間接着剤を流し込んで固まったらチブサを思いっきり持ち上げてチンコを引っこ抜いてやるよ、おめえも痛えだろそのまんまてめえらの顔面に向けて乳首から毒切りを噴射し、乳首から、うずくまったてめえらの脳天に大量の釘が刺さった私の腕を叩きつけてやるよ、くのうち2%だよ、男の人におっぱいを見せるのはすごく恥ずかしいけど頑張ります、私ファイト女子だった、最後戻るやつ、女子だったな、女子じゃないでしょ、女子っぽいね、いやいやいや、真ん中なんかちょっと男っぽかったけど、あんたも痛いだろそれ瞬間接着剤がつけたら、奉仕の精神、自分が痛くてもいいのよ、向こうに気持ちよくなってもらおうっていう、え、毒出すんでしょどんな奉仕なんだ、あげとこう女子に、ラジオネーム満腹亭アワビ、はい、どうもペットボトルにチンコ突っ込んで取れなくなった女子でーすもう私たち女子っておしゃれ雑誌の綺麗なモデルさんを見て参考にして容姿が月とすっぽんなのに同じ服買っちゃったりする愚かな生き物じゃないですか、だから家に似合わない服ばっかり増えてきちゃって困っちゃってるんですよねおい鉄人23号お前らみたいな奴らも世の中のほとんどの布が似合わない生きてる価値のない生き物だろうからすいません、俺の余った服の内側に毒針大量に仕込んで送ってやるよもしも来週このラジオに生きて現れたら俺の余った布を着てねえってことだからその時は JFL 出てきた瞬間首を鎌で刈り取って空き地でサッカーしてやるよ、墓には母乳ぶっかいかけといてやるから安心してメイドに行きなよスケバンかないやそういうレベルじゃないでしょ、このサンドリってこの手の出待ち多いですよ、ね、本当にサンドリの出待ちはもうろくでもない素敵ですね、ラジオネーム至急70億完全に女子です女子っていうのは占いが大好きなんですよ、はいはい、今日はアシスタントのお二人を占ってあげるよ、ありがとうございます、嬉しい、
てめえらみたいなチンコと金玉みたいな形したクソコンビは街を一歩歩くたびに俺が現れて両足に剣山を突き刺される一年になるでしょう。ラッキーアイテムは俺の金玉だから俺の金玉しゃぶりに群馬まで来いよ。群馬の名産のネギとこんにゃくとキャベツ口にぶち込んでやるからな。頑張って用意するけど喜んでくれるかちょっと不安だな。最後可愛いんだよな。金玉みたいなコンビって初めて言われましたね。初めて。あまたある例えの中から。でもすごいちょっとしっくりくるというか、玉と棒だなっていうのは。ラジオネーム三平脇信子。やる気、元気、勇気。皆様、温かいご声援ありがとうございます。ポマード消費量日本一、チェリーピンクのオールバック侍こと、岩木信子でございます。お察しの通り、女子でございます。わしがサンドリーアシスタントになった暁には、うん、有吉先生のエッチなボケもしっかりフォローし、濃厚なペッティングのようなクロストークでリスラーを昇天させてみせます。そこに座ってヘラヘラしてるだけのクソアシスタントは、とはやる気が違います。元気が違います。お前らの武器が古臭い漫才なら、はい、こっちの武器はポマード臭、ポマード臭、ポマード臭い色仕掛けでございます。ベッドベッドのポマードを使った手こぎ、足こぎ、尻こぎでございます。あの先生、どうかわしに清き一票をお願いします。熱い気持ちが伝わってきますね。大演説でした歴史に残る演説でございます。素晴らしいです。大丈夫ね。希望の船越英一郎。女子弁で陰謀を探している女子です。私って毎週女子会やってるんだ、うん、女子会超楽しいよ。本当は男子禁制なんだけど、うん、大好きな裏筋なめマシーン3号さんなら特別に招待者。俺の女子会はな、地下室で開かれるんだ。まずはな、山本を全裸にして、両手両足を鎖で壁に固定する、はい。そして部屋の中央にある釜の中に席をぶち込んで鍋を作るからよ。茹で上がるまで山本の血をコウモリとヒルにじわじわ吸わせて、泣き叫ぶ山本の方を伝う涙をペロペロ舐めながら、私はお豆をいじっちゃおうっと。そして干からびた山本と器によそった関と私とずっと地下室にいる知らないババアの4人で大富豪しようね。負けないぞ。これマジで不老不死狙ってるマジです。あげとこう。怖いからあげとこう。いや怖い。一本映画みたいな疲労感なんだ。最後俺もうよそられてましたからね。びっくりした。ないだろ、よそわれた。いや、よそられないですよ。だって、人ですから。一応、女子、ね。希望の船越英一郎、うん、かっこ19歳女子。こんばんは。自分の腕に砂糖をまぶして食っているスイーツ大好きな女子だよ。ああ、私がお風呂上がりに食べようと思ってたプリンがない。さてはノッチか山崎モータースの仕業だな。許さない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 。二人とも取っ捕まえて鼻をそぎ落として、街中をバイクで引きずり回した後、出口のない部屋に閉じ込めて、その部屋にワニを放してしょんべん漏らしながら謝らせてやる。ああ、でもまだプリンは消化されてないかもしれないな。胃を切り裂けばまだ残っているかも。ねえ、のちさん、山崎さん、ちょっと胃の中を見せてくれる。もし、プリンが残ってたら、エヴァンゲリオンみたいに可愛く食べちゃおうっと。じゃあ、スタジオの前で待ってるよ。どこまでも追いかけるから逃げても無駄だからね。大丈夫か。本当にね、アシスタントの思春期ちょっとこうやってね、ブルーな二十歳前で今ちょっと19歳やから。そっか、ナーバスなんだ。ナーバスなんだ。そんなわけないだろ。そんなラジオネーム希望の船越英一郎。女子じゃない。バッキバキに勃起したチンコで机を持ち上げている女子だよ。収録分の放送は一体誰がいるのかな。突然ですが、ここでアシスタントさん、はい、女子クイズ出しちゃいます。はい、問題。
女の子だけが持っている男子に絶対見られたくないものってなんだ。もうおっぱい、おっぱいとか、まあ、はい、まあそういうこと。正解は、はい、鬼極太ペニバンでした。さーて間違えた野郎はドイツだ。罰ゲームをしないとな。まずてめえの歯をすべてペンチで引っこ抜いて全裸にした後な、3日間何も食べてない空腹のワニ50頭に周りを囲ませて、徐々にワニどもを近づけてやるよ。恐怖で失禁したらモニタールームにいる私が窓を割って部屋に入り、床に広がるお前のションベンをペロペロ舐めながらあそこいじっちゃおー。最後に恐怖に震えるてめえの顔面に私のソルティシャワーをぶっかけてやるから代わりにてめえの玉金食いちぎらせてくれよな。ああ私もそろそろ結婚しないとな。世間体のバカバカ。何最後可愛くして取り繕って。絶対無理だそれじゃ。女心分かってねえだお前ら。みんなこうなんだよ。いやそんなやつ。な、なや、飢えたワニ50頭。女子怖い。女子怖いな。やっぱさ、本物の女子怖いだろ。怖いです。二次元の方がいいですよ。なあ。はい。でも二次元の女の子もこうなるんだからな。